おお、すごい。これぞモスクだ。すごい、かっこいいな。うん、ちなみにこのクソ暑いんですけど、これ長袖なんですよ。なんで長袖着てるかというと、変な虫に刺されてデング熱とかになりかけたけど、一応もうなんか5種類ぐらいのワクチン打ってきてる。それでも安心しない、できないという人間なんですよ、僕は。なんかあんなこうクリエイティビティにあふれたものに見えてたんです。結構貧困なイメージから来てる。なんか普通にこう旅行したら見れるみたいな、そういうもんから来てるのか、ね。まあ、結構ショック。まあだから一回行きたかったんだけど、そのいやでももちろん素晴らしいです。素晴らしい、素晴らしいと思うんだけど、なんか俺がルーカスに感じた、なんかやっぱ、これすごいゼロからこんな見たことない世界を作ってるっていうことが、やっぱ子供だったから、ゼロからじゃない当たり前なんだけど、ゼロペースなわけない。まあでもそれをちょっと目視で確認できたので、よし、来てよかった。今回何回も行ってる気がする。いろんなところ行ってる。来てよかった。完全にジャパンの宮殿だ。この結構ショックなのが、まあ、この子供の頃というか、まあ、ちょっと大人になってから、スター・ウォーズの元ネタってこういうのだよね。スター・ウォーズだね、確かにこれ。スター・ウォーズの元ネタなんだって、なるほどって感じです。ジャパの宮殿じゃんな、作りが。超いい店じゃん、ここ。リバースリーガー、リバースリーガーってそうだでしょ。まあつまり食べ物何でもいいから食いたい。これがフンムス。これが何か。下。こういうとこ、あめに、どうかと。できました。きれいに切る。なんか手をね、きれいにしてた。それすぎだ。死ぬかもしれない感覚、大事だと思うんだよ。本当に死ぬかもしれないし。どういう食べるの。まずはこいつだけ。なんつうか、フムスはひよこ豆をすりつぶして
なんかオイルとかガーリックとパスタパンとかめちゃくちゃ人気あるんですよ。あれらしい。俺も初めてトルコ来て超庭がトルコ寿司が当たってますね。で食べたことない、まあ初めて食べたかな。見返するとえ何これって思ったけど、いけるかも、なんかハマりそうな味で、多分だけど